それは奇遇じゃないか。ハーシェル生徒会長、アンジェリカ先輩も珍しい場所でお会いする。これも女神の巡り合わせというものだね。ラウラ君、フィー君もよかったら私と一緒に。いえ、実習中の身ですので。そういうこと。がっくし。そういえば、動力バイクでトリスタから来たんですか？ああ、そいつを使えば40分くらいで着くからね。トワを後ろに乗せてきたわけさ。うん、機械の馬みたいなものですか。なんかかっこいい。あんちゃんの運転激しいから大変だったけど。はあ、でもお祭りはいいよね。これでテロリストの心配がなければ言うことないんだろうけど。どうしてそれを。うん、君たちの実習に関しては私も少し、昨日も知事さんからの要請を教官に取り付いたんだよね。それでちょっと心配になってあんちゃんと見に来たんだけど。そうだったんです。何やら見えないところでお世話になっているようですね。感謝。別に大したことはやってないんだけど。おや、細かい手続きや書類作成も手伝っているんじゃなかったかい。サボりがちなサラ教官に代わって各方面への連絡もしているそうだし。そうなんですか。教官、ちょっとは見直したと思ったんだが。さすがにちょっとサボりすぎかもね。まあまあ教官だって忙しいんだし。それにしてもリーン君たち皇女様と会ったんだよね。いいなあ、私も一目でいいから見たかったんだけど。俺たちも驚きましたけど。確かに噂。はあ、いいな、いいなあ。皇女殿下の愛らしさは帝国の至宝と言ってもいいが、リーン君の妹さんも素晴らしい素質を持っていたね。エリゼ君だったか。またお目にかかりたいものだよ。ああ、妹だったらちょうど殿下の付き人として園遊会に出席しているところですね。本当かい。皇女殿下にエリゼ君、それにフィー君を加えたら最強フィフティーンズの出来上がりじゃないか。なんか参加させられてるよ。悪い気はしないかも。こんなことなら父上の言いつけに従って園遊会に出席しておけば。いや、さすがに霊人たる私がドレスを着るわ。しまった、それならタキシードを着ていけばよかったじゃないか。あんちゃん、どうどう。なんだなんだ、揃い組かよ。クロー先輩。あれ、クロー君？なんだ、君も来てたのか。まあな。そういえば月賞に行くとか言ってましたけど。メインレースの結果はどうだったんですか？聞いてくれるな。まさかあそこでブラックプリンスが来るなんて誰が予想できんだよ。しかもランバーブリッツが2番手に差し込んでくるなんて大番狂わせもいいとこだぜ。ああ、4号で当たりか。わざわざ検証ハガキを出した甲斐が。ってしれっと特賞を当ててんじゃねえよ。もうやだこの女。これも日頃の行いの差というものだろう。あんちゃん異様にくじ運とか強いからね。3時の鐘だね。そろそろ各地の行事も終わるくらいの時間かな。我らももう一回りくらい巡回すべきかもしれないな。ああ、同感だ。すみません先輩たち、俺たちはそろそろ。うん、気をつけたまえ。なんだなんだ、もう行っちまうのかよ。アークスも持ってきてるから何かあったら連絡してね。はい。あれ、どうしたの？これは
何かの圧力が高まっているよ。ああ、こいつは。これ月祭の余興。いや、テロリストの仕掛け。うん、そうみたいだ。アンちゃん、クロウ君、みんなの避難誘導を手伝って。ケンペイさんたちも混乱してるみたいだから。ああ、合点承知だぜ会長。ここは私たちに任せて。君たちにしかできないことがきっとあるはずだよ。俺たちにしかって、それって。あ、マーテル公園。まさか陽動か。間違いなさず。ごきげんよう、知事閣下。招待されぬ身での訪問、どうか許していただきたい。君たちは。正直、あなたにはそこまでの恨みはないのだ。あの男に協力している時点で同罪と思っていただこう。やはりそれが狙いか。殿下は関係ないだろう。二人を解放したまえ。知事閣下。残念だが、それは応じられぬそう。こちらのお二方には君たちの陣営の致命的な失点になっていただく。命まで奪うつもりはないがね。エリゼー。兄様、リーさんたち。君たちは来てくれたのか。父さん、大丈夫か。トールズ士官学院、ノルドでの仕込みに続いてまたもや現れたか。だが今回ばかりは邪魔されるわけにはいかん。魔獣を操っているのか。それで外の魔獣も。公所殿下。貴様ら。ふん、それでは我々は一足先に失礼させても。お前たち、ここにいる全員を食い殺せ。負けないよ。大型魔獣2体、戦闘パターンは分析済み。7組 A 班、全力で撃破する。承知。さあ、かかってくるがよい。うん。みんな、元気を出して。行こっか。せっや。マイ。さあ、一気に行くぞ。任せるがよい。
行くぞ。後期もらい、あ、任せて排除する。僕の番だね。やっ、マイそこだ。さあ、任せるか。後期もらい、我が渾身の一撃食らうがよい。よい、奥義後陣乱舞。行こっか。せっきゃ崩れた。付き合い、僕の番だね。やっ、参る。いいのかさ、早く。行こっか。し、し、うん、やっ、私の、し、し、チャンス、付き合い。我らを阻める者などいるわけないね。よし、掴んだ。やったね。うん、悪くない出来だ。 V だね。よし、100点満点だな。時間が惜しい。追いかけるとしよう。父さん、血が出てるじゃないか。かすり傷だ、問題ない。それよりお前も殿下たちを。わかった、待ちたまえ。僕も助太刀させてもらうぞ。パトリック、いや、あんたにはできればここを守ってほしい。まだ外に大型魔獣もいるし、知事さんも怪我してるからね。だが僕からも頼む。君の腕だったら安心だ。引き受ければいいんだろう。決まりだね。よし、行くぞ。知事閣下、鉄道憲兵隊への連絡をお願いします。ああ、任せたまえ。
リストめ。エリゼ、工場殿下も無事でいてくれ。魔獣がいる。問題ない、チャンスだね。行くぞ。はっ。うん、アークス駆動。あ、任せて。せっ、任せるがよし。それ。俺の番だな。二の方、早く。私の番だ。はっ。私。はっ。うん。だ。さあ、みんな先に進もう。俺の番だな。そこだ。さあ、私の番だね。アークス駆動。さてと。はあ、私の番だな。アークス駆動。やっ。それ。我が剣にかけて悪は許さぬ。